おはようございます。11月4日午前10時44分。すいません、遅くなりました。モーニングショットをお届けしたいと思います。本日、売買方針でございますが、ドル円の方は147円の9080、引き付けて買いから、147の60ストップ、148円3040利食いのイメージを作りました。朝方148円の40台タッチした後、今ちょうど下がってまいりまして、148円の03レベルぐらいまで、下がってきてますね。結構、朝方順調に上がったような気がしたんですけど、売りが強い感じで今ずるずるとも、下がってまいりました。もう少し引きつけて、買い場を探したい、そんな感じで見ております。ユーロドル 0.97780 売りから 0.98 ちょうどでストップ、0.972010 利食い。ユーロ円は144の7080売りから145円の10ストップ、144円3020利食い。ポンド円は166円の2030、売りから166円の60ストップ、165円の4030利食い。タイドルは 1.12 の1020売り、 1.1235 ストップ、1.115545 の利食い。オージー円は93の5565の売り、93の85でストップ、93ちょうど9290利食い。タイドルは 0.632030 売り、 0.6350 ストップ、 0.62 の6050利食い。ニュージーは85の8090売り、86の20ストップ、85の3020利食いで、タイドルは 0.580515 の売り、 0.5840 ストップ、 0.575040 利食いのイメージを作りました。どこまで147円台、押してくるかでございますが、雇用統計前にそんなに下まで売り込んでこないだろうというふうに、イメージをしておりまして、下がれば7円台引きつけて買いから入りたい、そのようなイメージで見ております。また本日何かございましたらよろしくお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。